藤田真奈美は日本のフリーアナウンサー。東京都武蔵野市出身。身長157センチメートル。生まれたのは東京都だが、親が転勤族で、小学生時代は広島県で過ごし、千葉県に住んでいたのは中学生、高校生時代。早稲田大学小学部卒業。特技はピアノ演奏とチアリーディングで趣味は 全国各地のキティちゃんの収集。大学生時代に漠然とマスコミの仕事を志望し、出版社でファッション誌のライターの手伝いや化粧品関係の記事のアシスタントのアルバイトをしていた。就職活動を始めた時にアナウンサーの仕事に興味を持ち、友人の推薦でミスコンテストに出場したこともあった。アナウンサーでの就職活動は良いところまで行ったつぼねもあったものの叶わず、 大学卒業後は、日立製作所に総合職で入社、営業で情報通信系を担当。入社1年目の夏、アナウンサー試験で良いところまで行ったつぼねの人から、まだアナウンサーを目指しているのなら、CS のキャスターのオーディションを受けてみたらと誘われ、オーディションに合格し、フリーアナウンサーへ転職。2003年4月から2006年3月まで TBS 系。 JNN ニュースバードのキャスターを担当。2007年4月より5年間、NHKBS ニュースのキャスターを担当。さらに2011年4月14日より1年間は、並行して NHK 総合、お元気ですか日本列島に出演、関東甲信越を担当した。2012年3月に気象予報士の資格を取得。4月より、行島企画室に所属。 2013年4月より1年間、日経 CNBC にてキャスターを務める。2015年3月31日より、NHKBS1 にて、国際報道2015のキャスターを務め、当面火曜から金曜の週4日出演。また、同年4月4日から2017年9月30日まで、東京メトロポリタンテレビジョンにて、東京 MX ニュースの土曜、 日曜のキャスターを務めていた。ABCD 日刊スポーツ2015年9月11日、芸能面、アナ姫日刊スポーツ2015年9月18日、芸能面、アナ姫2015年3月30日より、月曜のみ復帰したものの、同年7月13日を最後に、再び療養に入り、同年9月19日未明に死去。 2015年10月から2017年3月までは日曜日のみ担当。ありがとうございます。